の分で、基本的にこのノートって納得っていうのが、言ってるのって悪いですよ。それはしてるよね。第二次世界大戦。こんな感じです。さあ、この分。これは、さも、さっきも言ったように、さもないよだから、葵ちゃんってヒットラーぐらい悪いやつだぜって言いたいわけですね。後にちょっとユダヤ人とか殺しますよね。人種差別とかしますよねみたいな感じの。なんかやばいやつやばいやつで、どっちかの分は間違いです。どっちでしょう。なんで。いくよ。今、ノーを取るんだよね、最初。これと、青い is better than ヒトラーどういう意味。人だと。それって、そう思うでしょって成り立つ。そうだよね。こいつが悪の代表格なんだから、これって分かりやすい。はい、残念。葵ちゃんはヒトラーと同じぐらい悪いやつですよ。で、こっち。葵 is worse than ヒトラーって思うでしょって言われても、思わないじゃん。分かる？これ、情報が確定してるのは、こっちだけであって、こいつ言ったらハテナなわけよ。そんな、葵は一人で悪いやつ思うでしょ。どんなやつやねんって話だよ。だからこっちは英文として成立します。言ってる意味は一緒でも。だから、こうすればいいわけ。ヒトラー。ヒトラーが違う。ゼロからソーラーがいいでしょ。この関数考えられませんよ。is, no,ベル、じゃない、ワース。ノーワース、ザン、アオイ。そうすれば、取ったとき、ヒトラーとアオイって、ヒトラーの悪いやつだと思うでしょうは成り立つわけだ。で、取って、残念。で、これ、日本語で、ヒトラーはアオイぐらい悪いやつだにすると、なんか、アオイはもちろん悪いけどみたいになっちゃう。だから、この役と、この役でも、なんか、青岩から訳した方がいいと思う。つまり、この役を、この役みたいに訳すわけだ。だって、こっちが新情報だから、日本語において。そうか、こっちがハテナでしょ。ちょっと難しいよ。You're gonna be whatever you say. You may